おはようございます。バビチンでございます。今日は一体何日でしょうか。曜日感覚じもあゃあ、りません。いただきまーす。いただいきまただきます。す。ごちそうさまでした。最近、ごちそうさ朝ごまはんで食べしてないんだた。けどさ、やばいかな。休日になるとさ、11時とか12時に起きて、朝までゲームやんのがよくねえよな。ほんとそれ学生の頃から治んないんだよね。本当に良くないと思います。体壊すと思います。夏だから許されてる感あるけど、やっぱね、秋冬になると、やっぱ寒くなってくるじゃん。もうダメだよね。おばちゃん、僕今気づいたんだけど、おばちゃんって一体いつお洗濯しているの？え？それは僕くんたちがラジオ体操で目覚める前よ。早いね。ラジオ体操の前にお洗濯も朝ごはんの支度もみんな終わらせているのよ。いやー、マジでさ、そう考えるとさ、お母さんって偉大じゃない？自分で自炊とかするようになって気づくよね、そういうのって。ようこんなの毎日、毎朝やってたよね、みたいな。ああ、すっきりしてる。タコは。今日の夜、窯を開けるから見においで。宝の山がザックザクだよ。タコはどうなりました？僕くん、すタコげえ完成したよ。よく作ってくれてたね。おじちゃん、ありがとう。いや、ま、いじや、これゃあ、本目当に標はと心りのあえ底かず。らありがとうじゃない？寝ないでやってたんだよ。寝ないで仕事してたのに、その合間を縫って作ってくれてるってさ、すごい人だわ。今日はまあタコあげに行きたいんだけど、調べがどこ行った？あいつまた家出してるな。多分、アリンコ見てんでしょ。あれ、いない。お姉ちゃんの部屋どこかな。まあ、ただ今日は、タコ揚げというね、目標があるんで、急ぎますよ、僕は。よし、来たー。早速揚げていくぜ。鯉のぼりだこ。でかいね、多分ね。わ、すげえ。こんな感じなんだ。まあ、例のごとくしばらくは、もうぐるぐるをね、この紐をね、解いていかなければいけないと。OK、そろそろ上げていきますか。180いったから、下ボタンでタコを上げつつ、高度が全然上がんねえ。上がってる上がってる。来た来た来た。一気に来た。ミヨーン。風が流れてない時に、風吹いてない時に上げると、一気に来るよね。そうだよね。130メートル。もう俺、タコ揚げのこと分かったんだけど。タコ揚げマスターなんだけど。やめよっと。どんとこいやで。おじさんあれじゃないの？もう眠いんじゃないの？どうも。まあ、疲れ溜まってるでしょ。なんか見てくれてるかな？じゃあ、狼娘のところ行こうかな。達者でな、佐々木。え？明日この山を降りて大学に戻るんだ。そうなんだ。マジか。寂しいの？なんで？だって。まだお風呂入ってないよ。全然、全く少しも、全然寂しくないってば。お前なんか僕にとって、アーリンコのボモグチだンと。コより寂しくないぞ。ああ、そうか、そうか。いい表現だな。でも、いろいろとありがとな。あ。今年の夏はなかなか楽しかった。僕来もだよっ年？て。来るの？来年も。そりゃそうだ。狼は間違いなくここらにいるらしいからね。来るには狼に会いたくて？当たり前だろ。もう恋してんじゃん。狼会えなかったのか。今年はいつもより荷物たくさん持ち込んだから、片付けの面倒だな。僕は手伝わないからね。クソガキ。マジでなんか、なんだかんだいいコンビだよね。この二人ね。夫婦漫才みたいになってきたね。
いやー、捕まった。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。クソ、木に隠れてたのにバレたか。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。泊まりに来ないかな。泊まりつかお風呂か。来ないね。何回お風呂入ってんだろうね。今日は萌えちゃん吹かないですか。てんてんてん。今日はなんで吹かないの。お前だ、お前、うん、お前見てるな俺の配信。なんで今日もね、秋の虫たちのささやきを聞く夕べなのだ。なるほどね。雲が月明かりに照らされて綺麗だわ。あ、いいよな、このスズムシの音。スズムシなのか知らないけど、もし都会と同じ空や雲が心地よいよね。同じ時間にここでも見られたら、僕くんが帰った後でも電話でさ、同じ空を見て同じ気持ちで同じお話ができるのにね。それも恋人なんですけど、恋人がよく言うやつなんですけど、くどいてるんですか、こんな小学生を。はあ、私ってやっぱりネクラなんだな。誰かに認めてほしいみたいな。承認欲求高いんだろうな、きっとな。僕くんでいいから、私を認めて。今、ナイーブになってるからね。てか、おじさんとおばさんどこ行ったの？消された？ここだけの話なんだけど、調べて昔、お父さんの工房の奥の方にある焼き物を、棚ごと落としちゃったことがあるの。え？聞く？なんて悪いやつなんだ。なんて悪いやつなんだ。今の話、みんなには絶対内緒だからね。よくないぞ、調べ。マジで。身に覚えがあったから笑いました、今。でも、釜焼きが済んだから、これでまたお父さんの失敗作をガシャガシャ割る楽しみが増えたわ。あー、なんかね、失敗作を割る権利みたいな、売ってたりするもんね。携帯を逆パカするみたいな、ガラケーをね。なんか高校行けって言ってたわ、そういえば。夜。釜焼き終わったみたいなね。なんか陶器、ストレス発散のために陶器投げていいよ剣みたいなあるよね。なかなかの出来栄えだぞ。おう。悪いもんも少ないですか。次は、どんなイメージに挑戦しようかな。こんな感じか見えないかな。彼氏全然わかんないんだよな。今日の晩ご飯は今言うの、チャーハン、中華スープ、酢豚にシューマイなどなどの調べの好みでまとめてみました。陶器の話してよ。今日の晩全然興味ないじゃん。マジか。お父さんはなかなかの出来栄えつつだけど、あ、でもよくなんか陶芸家が白いタオル巻いてこれじゃないみたいな、ガシャーンみたいなイメージできるような。じゃあ完成品は飾ってくれたりするのかな、あそこに。それかもう売りに出しちゃうのかな。間近で見たさはあるよね。カブトムシ、オス。戦う角は一本だけど、すごい力を発揮する。クワガタなんかは目じゃないぞ。コクワガタ。いかにも小さいやつなんだけど、たまには座って5センチ以上。コクワガタは結構都会でもいるイメージあるなぁ。なんか、カブトムシとかクワガタやっぱ、都会で見ると嬉しい気持ちにならない。あ、カブトだみたいな。あ、コクワだって。やっぱその辺の少年心はね、忘れちゃいけねえと思う。8月27日。さようなら僕の愛したお姉さん。え？僕より日本狼が好みだったのね。お前そういうポエムを書けるようになったのか。向いてるぞ、お前。好きだったんだな。じゃあおやすみなさいと。ってことは萌えちゃんも振ったことになるね。悲しいぜ。